はい、どうも、さっくんです。本日は、この仙北3000系の、後期型から前期型にする方法について、ちょっと紹介していきます。まず、前期型と後期型の違いなんですけど、まず、後期型は、この頭の方にアンテナ、ついてます。でも後期型は何回の6200系を基準にもともと作っていたので、ここの真ん中にアンテナがついております。で、今日はこの真ん中についてるアンテナも再現してみました。このアンテナなんですけど、一応何回の6000系や7000系についてるアンテナを使ってみました。で、1.1ミリのピンバイスで穴開けて、そのまま入るんかと思ったんですけど、このね、屋根が底ついてしまうんで、まだ接着してないんで、これぐらい、カットして、ここにブスって入れたらちょうど入りました。こうですね。これでちょうど、いい感じに入りました。で、次に、前期型にする方法なんですけど、ここだいぶ前から出てたんですけど、ここの出っ張りを、ヤスリなり、カッターなり、僕はミニルーターでゴチューンって落としたんですけど、ここストレートにすると。それぐらいだと思います。大きな変更点ってアンテナとここの、出っ張りですね。これさえ加工できるのであれば、前期型に変更することができます。ということで、簡単な紹介だったんですけど、次からウェザリングとかその他もろもろ準備いろいろしてますんで、次回はその床下の機器についてもできたらやっていこうと思います。ということで、今日はこの仙北3000系の前期型にする紹介でした。